るることもある日本語でレバーというと、食用の家畜や家菌の肝臓を指すことが多い。日本で主に食用にされているレバーは、哺乳類、鳥類、魚介類のものである。ビタミン A、ビタミン B 群、鉄分、溶酸を多く含むとされる。食中毒などの懸念があり、日本では2012年に生の牛レバーの提供が禁止された。レバーは、 ビタミン A、ビタミン B 群、鉄分、溶酸等を多く含む。中でも、溶酸、鉄分は、増血を助ける働きがあり、貧血防止や妊婦など、多量の鉄分摂取が必要な人には、理想的な食べ物であると言われている。また、レバーには、ビタミン B6 の一種であるピリドキサミンが、他の部位や、他の食品に比べて、多く含まれている。 牛や豚のレバーは、消化酵素を加えて、加水分解され、肝臓水解物として二日酔いや慢性肝疾患、治療の医薬品原料となる。栄養価は高いが、血の味がするなど、癖が強く、また、火を通しすぎるとボソボソした食感となるので、好き嫌いがはっきりしやすい。加熱調理の場合には、水にさらすなど、血抜きをしなければならない。この下処理を怠ると、 血の味が強く残ってしまい、美味しく仕上がらない。レバーの臭みは、肝臓に含まれるアラキドン酸が、血液の鉄分と反応して起きるためである。血抜き以外では、牛乳などに浸して、マスキングで臭みを消す方法もある。また酢を使って、臭みを取るという方法もある。揚げて、スパイスを効かせると、臭みも、あまり気にならない。焼肉用牛レバー主な調理法は、 焼肉の焼き、レバー、焼き鳥の串レバーなどが揚げられる。牛レバーの料理の定番としては、ニラと合わせて炒める中華風のレバニラ炒めがある。茨城県のスタミナラーメンなど、中華風の麺料理に使われることもある。鶏のレバーは、生姜で臭みを消して、甘辛い煮物にされることが多い。また、レバーを生のまま、刺身状にスライスし、塩と、 ごま油などにつけて食べるレバ刺しがある。日本の郷土料理では、沖縄料理に、豚のレバーや人参を使った、チムシンジという汁物があり、甘味料理では茹でた豚レバーの粒味噌漬けがある。また、山梨県のレバーを含む鳥の内臓を煮た、甲府鳥もつにも有名となった。日本で考案されたものに、鶏レバーをマヨネーズ漬けにすることで、 フォアグラの味に似せるという料理法がある。また、日本の居酒屋チェーン系関西では、独自の商品と提供方法を開発している。白レバーに、豚の油を巻き、強火の直火で素早く、表面を焼いて、スープを閉じ込める手法で、賞味期限40秒と銘打ち、焼き終わった後にタイマーを指導して客席に。 提供後すぐに食すように進めており、ごっそ玉として、同店の看板商品としている。他の部位と同様に土殺、生肉加工される以前に動物が感染していた、病原体及び、土殺以降の流通過程で付着した、病原体がレバー中にも存在するものがあり、非加熱のレバーを食用にすることにより感染症を、発症する恐れがある。鳥、牛。 豚の生レバーの一部は中に、病原性大腸菌、カンピロバクター、E 型肝炎などの食中毒の原因となる、病原体を含んでいる。特に、豚の生レバーにおいては、豚自体が保有している E 型肝炎ウイルス、無効常虫などの病原微生物により豚肉の生殖と同等の危険性がある。また鳥においては、犬海中、 猫海中などの寄生虫に汚染されている場合がある。日本の厚生省は1996年に病原性大腸菌感染症の多発を受けてレバーなどの食肉の生殖を避けるよう通達し、1998年に生殖用のレバーを及び食肉の加工基準を策定した。日本各地の自治体や保健所は レバザ氏には生殖用基準に沿って加工されたレバーを用いるよう指導した。生殖禁止に対応して誕生したレバーの叩たたき。表面をごく軽く炙ることで規制回避を狙ったが、現在は完全に火が通ったもの以外は提供が禁止されている。2012年3月30日、厚労省は飲食店や販売業者が 牛のレバーを生殖用で提供することを禁止する方針を打ち出し、内閣府の食品安全委員会においても、提供禁止は妥当とする見解が出たことを受け、同年7月1日から、食品衛生法に基づき提供禁止とすることとなった。違反すれば2年以下の懲役か200万円以下の罰金の刑事罰が科される。また、厚労省は、 豚のレバーについても加熱して食べるよう注意を喚起した。一方、生レバーの提供禁止に反対する消費者も多かったこともあり、一部の飲食店では焼きレバー用として生レバーの提供が行われていたが、2013年8月に生レバーの提供が原因とみられる食中毒事件が発生。 同年10月15日、牛の生レバーを提供したとして、食品衛生法違反の疑いで、京都府の焼肉店の経営者らが逮捕され、同月26日に、京都管ニ裁判所は社長に、罰金100万円、店長に、罰金50万円の略式命令を出した。また、2015年5月には、牛の生レバーを提供したとして、兵庫県警察が、 居酒屋チェーンの経営者を逮捕したが、焼肉店以外の摘発は、初のことになった。さらに2015年6月中旬より、豚についても、生レバーを含む生肉の提供が禁止されることになった。提供禁止後に摘発される事例が存在し、警察官が私服で、一般客を装い注文し、加熱の指示がないことを確認して、摘発に至っている。あかんやつや、 闇付きになるレバーの意味という触れ込みでの闇レバーといった名称カモフラージュして提供していたことで摘発された事例もある。2018年12月、茨城県で牛のレバ刺しなどのコース料理を食べた二人が食中毒の症状を訴え、一人は麻痺や呼吸困難に陥る重体となった。瓶からはカンピロバクターが検出。料理を提供した店側は 肉を厚生労働省が定める低温殺菌処理をしたとしている。レバーは猫にはビタミン A やビタミン D の過剰摂取となり、食欲不振や関節炎をもたらすことがある。ありがとうございます。